ございます、スネドラです。今日は海坊主さんに荷物を預かってもらって、土佐白浜駅まで一度戻ります。でそこからスタートして荷物を回収してから四万十橋の方まで向かいます。向こう側の方に雲が見えるけど、今日は一日天気がいいということで雨の心配はなさそうです。では土佐黒潮鉄道に乗って、土佐白浜駅まで戻ります。はい、戻ってきました。では今日はここからスタートです。海坊主ホテルさんまではだいたい6キロぐらいあるんですけども、ザック預けてるんでホイホイで歩いていけます。白浜海岸の休憩所が見えてきました。今日は雲が多いですけど、天気良ければすごく綺麗な景色が見えるんでしょうね。白浜海岸って言っても砂浜はなくて、荒々しい海岸線がずっと続きます。これきっと波の白さが名前の由来になったんでしょうね。クジラの見える町また出てきました。これだとなんか歩いてたらそのうち海の向こうにクジラが見えるっていうような印象ですけどね。しかしたこ焼き屋さんはあっちこっちにありますね。よく見かけます。道の駅ビオス大型の看板が見えてきました。あと5キロです。何箇所かトンネルがあるんですけど、歩道がすごく狭くてね、結構怖いです。民宿高浜さんです。外に出てる上りにタイ料理って書いてあるんで、魚のタイなのかと思ったら、近くにねガパオライスっていうのもあるんですよ。なのでこれ国のタイの方の料理なんですね。はい、海坊主さんに戻ってきました。荷物を引き上げてこのまま四万十の方に向かいます。海坊主ホテルさんを越えてほんの少し行くと、斜め左に入る細い道があります。上川口の漁村の方に向かうルートなんですけども、辺の道はこっちになってます。まあそうは言ってもしばらく行くとまた56号線に戻っちゃうんですけどね。まあルートとしてはこんな感じになってます。上川口港が見えてきました。やっぱりこの辺の漁村でも人の気配はあんまりないですね。はい、56号線に戻ってきました。四万十島で残り13キロ、金剛福寺まで残り54キロのところまで来ました。あそこに見えるのは入りの松原でしょうか。遠くには足摺岬が見えます。雲が取れてきて天気がだいぶ良くなってきました。あそこにお遍路休憩小屋が見えるので、ちょっと休んでいこうと思います。海が一望できる綺麗な遍路休憩所ですね。ここは、お遍路小屋大型第22号。ここに思い出ノート的なものがあったんですけど、他のところよりも書き込みの量が多かったんですよね。真夏だったり真冬だったり雨だったり風だったり、みんな大変な歩き遍路をされてるようでした。はい、道の駅ビオス大型まであと 500m です。昨日もらった商品券が黒潮町限定なので、ビオス大型で使わないともう使うとこないんですよね。なので少し早いんですが、ここでランチをいただきたいと思います。歩き遍路してると人をあんまり見かけないので、こうやって人がたくさんいる賑やかなとこにいると、それだけでなんか嬉しくなってきます。定番のカツオのたたき定食とソーダ節チャーシュー麺を食べました。最近ラーメンが無性に食いたくてね、ついに食っちゃいました。コンディションも整ったので再び歩き出します。56号線には戻らず、ビオス大型の奥の方に入っていきます。海浜公園なんですかね。この公園の中をひたすら抜けていきます。土佐西南大規模公園っていうみたいですね。とにかく広い敷地でキャンプとかバーベキューとかもできるみたいです。野球場も入ってました。4月の上旬なのになんともうセミが鳴いてます。最近暑いからもう出てきちゃったんですかね。向こうにはネストウエストガーデン土佐が見えてきました。今度泊まってみたいですね。海まで降りてきました。広大でとっても素晴らしい景色です。どうも私たち遍路道を間違えたっぽくて、もう一本海側っていうか砂浜のヘリが歩けたみたいなんですよね。ちょっともったいないことをしました。公園を抜けてしばらく行ったところに休憩所がありました。
高知はとにかく座れる場所が少ないので、休めるときに休んでおきます。さらにしばらく行くと県道42号を外れて広域農道の方に入ります。ひたすら地味な道を歩き続けるんですけど、ある信号のところでね、向こう側に、アンパンマンたちがいました。これね、最初気になってたんですけども、よく見ると右側にドラえもんがいてね、ドラえもんに近寄ってったら、さらにその横にね、謎のキャラクターがいるんですよ。カツオ人間って言うんですけど、いやこんなん知らなくてね、いやいやこれびっくりですよ。この辺一帯の川にはカメがすっごく住み着いてて、どこ行ってもね、大量のカメを見つけることができます。この道は特に見るものもないので、川のカメをひたすら探してましたね。金剛福寺まで残り 39.8km です。サンキュッパなんてバーゲンみたいですね。トンビがとっても気持ちよさそうに飛んでます。はい、今日のゴールは四万十大橋手前のローソンです。ここで終わりにして、タクシーで今日はホテルに向かおうと思います。今日のお宿は新ロイヤルホテル四万十です。ここは中村で一番ゴージャスなホテルで、かつ繁華街のど真ん中にあって、さらに大浴場まであるというホテルらしくてですね、ここに決めました。1階にはモンベルが入っているので現地調達も可能です。入り口入って左側には朝食会場とお土産売り場、右側にはフロントがあります。いや思ったよりもリッチなホテルで驚きました。はい、今日の部屋は927号室のツインです。お部屋も綺麗で、まあまあ広くてね、まさかね、こんなところでこんな立派なホテルに泊まれるとは思いませんでした。遍路宿だとコンセントの位置に苦労すること多いんですけど、ここは枕元に電源がきちんとあります。必要なものは全て揃ってるし、無料 Wi-Fi も当然あります。部屋が9階なので景色もとってもいいです。これで朝食付きで2人で1万6000円ちょっとっていうのはお得ですね。ユニットバスは至って普通のタイプです。ただこのホテルは4階に温泉大浴場があるので、この広さがあれば十分だと思います。トイレはもちろんウォシュレットになってました。クローゼットには消臭スプレーもちゃんと完備されてます。はい、では4階の大浴場です。今はコロナ対策のために大浴場を1つしか開けてなくて、そこを男性と女性の入れ替えで対応しているようです。好きな時間に入れないのはちょっと不便ですよね。はい、脱衣所です。脱衣所はかなり広いんですが、こっちもね、コロナ対策のために入場制限をかけてます。このホテルの最大のネックが洗濯機がないっていうことなんですよ。これね、予約する前から知ってたんですけど、近くにコインランドリーがあるということでそのまま予約しちゃいました。フロントで親切な地図ももらえるので迷うことはないと思います。最初はね、これ外でやるのめんどくせえなと思ってたんですけども、このタイプのランドリーって洗濯と乾燥が一度で終わるので、セットしたら街を少し観光してね、ぐるっと回って戻ってきた頃にちょうど終わってるなんていう感じだったんですよね。だからこれはこれで便利かもしれないですね。今回私たちは5000円のクーポン付きプランで申し込んだんですけども、これ1人5000円だったみたいで、私たちね1万円分もらったんですよ。宿は朝食付きで1万6560円だったので、むちゃくちゃ安く泊まることができました。晩飯は清水サバで有名な居酒屋田舎さんにお邪魔しました。入るときに映像を撮り忘れちゃったので、これは出るときのものです。なかなか大きい居酒屋さんですごくにぎわってました。メニューまでは撮影してたんですけど、この後酒を飲み出したあたりから、どうやって1万円使い切るかで興奮してたらね、写真を一切撮り忘れてました。大変申し訳ありません。おはようございます。朝食会場です。今回の旅はお遍路宿ばっかりだったので、バイキングはここが初めてですね。メニューが非常にたくさん揃えられてます。
中村もそんなに大きな町じゃないんでしょうけど、このホテルだけいろんなことが異質に見えますね。この朝食バイキングも品揃え的には高知駅のあたりのホテルを凌駕するんじゃないかっていうぐらい豊富に揃ってました。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。昨晩はちょっと飲みすぎちゃったので、今朝はゆっくりめのスタートです。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。